本当にしんちゃんが見んん口。OK <口>。やッほーい、みなさん、こんばんは。ははは。もこんばんはって、こんばんは。ど、カメラどれ、こっちか。正面,正面、正面。こんばんは。始まるよ。おい。<あ>緊,張緊張するわ。はい。 そうね。こんばんは皆さん。どうする今日私が喋るって。行きます。緊張。 8月12日、開店170回目、本日も順調に開店しました、ヒーフミズバー改め、マーヨーズバー。<laughs> <laughs> <laughs> 本日の飯口さん、えー、しんちゃんさんですね、いらっしゃいませ、えー、おめでとうございます。<laughs> 緊張しますね私が今日は最初から喋ってますよモーニングエイト月曜日担当してますが猫まゆです。今日は乗っ取りに来ました <laughs> ではでは原稿がありますので、えー、続きをねちょっと読ませていただきますけれどもまず本来この番組を喋っておりますひふみさん、マスターね、えー、西町では牛乳ごくんちょう。 <laughs> ちゃんと言えますよくも字ではいい人キャラコアンではぬーがらぽいぽいヨみタンではゲストというなのレギュラー獲得 <Yes. S 2> ヨミタンが入ってますねヨミタが入ってますね これ、いつの間に入れたんですか <Yes. S 1> 私、許可してませんけど、<Yes. S 1> まあいいですけど。で、でも、はるか昔はカフェバーの店主だった。そんなラジオ好きなおじさんが昔撮った記念塚、リアルなバーをオープンすることを夢見るが、それができずに、ラジオでオープンした仮想のバー、<Yes. S 1> ヒーフミズバー、オープンですさあ、この番組、今日はもうマイオズバーでお届けしますけれども、 このラジオですね、お聞きの皆さん、常連客でございますよ、えー、私が今日はマスターとなりまして VIP ルームにリアルにご来店のゲストのゲストさん、今日いないんだよね、きょうは、まあ、メキシコ席に本来、えー、お話しされてるひふみさんいらっしゃいますけれども、えー、本来は、ねまあ、ゲストさんに絡めたテーマとかもお届けしています。 なんもカウンター越しに、えー、またみんなでね解決したりする番組仮想ラジオバーとなっておりますではご来店方法を二つありますのでご紹介しますよまず一つ目メールです、えー、メールの宛先ですメールアドレスをお伝えしますアドレスは数字の一二三そしてアルファベット小文字で hwmb atmarkgmail.com です Gmail も言ってた方がいいいですかはいはいえー、じゃあですね、失礼いたしました、数字の1、2 <laughs>、3、アルファベット小文字、<laughs> HWMB、w M、B, アットマーク、<laughs> Gmail は、えー、アルファベット、GMAIL、M A I L. ドット、えー、コムは COM となっております。 えそして次にツイキャスです。ツイキャスは、えっとですね、お持ちのツイッターのアカウントでもツイキャスアプリご入店すること可能なんですけれども、えっと、アプリから、ね、あのツイキャスって打っていただくと視聴するツイキャスのアプリと配信するバージョンがあるので緑のものを取ってください緑のものから視聴することが可能です青いのやっちゃうと配信になっちゃうから、ね、気をつけてください、えー、当店ではツイキャスでのご来店のお客様を追客 とお呼びしておりますよ呼びますよ、はい、また FM 技能ンでは YouTube ライブでも当店の映像と音声をネットで配信しております FM 技能ンのホームページからもご入店できますので<か> <laughs> <笑><笑>くそこの番組来ると <laughs> この番組来たら噛みますねあー私普段噛まないんですけどね <laughs> 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 うるさいですよ今日ママムの時間だからあんまり他のことにね時間費やしたらもうもったいないからね <laughs> マ,マ,ママさん感があるってよ。あーあママさんかあ,ありがとうございます開こうかな <laughs> スナック <laughs> いやそういう話はもう本当にいいから今日は <laughs> えっとねなんで <laughs> ホームページから見ることができますよそしてサイマル放送でも、えー、放送しておりますリスラジもしくはマイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめますこちらでは曲も聴くことができるんです YouTube とかツイキャスだとね曲が入らないのでもし曲をお聞きになりたい方はリスラジとかマイチューナーラジオからも聴いてみてくださいそして パソコンでお聞きの方 FM 銀ンのホームページからもご入店できますよこの後夜の10時56分頃までですね、えー、今日は私が猫、ね、迷うとそしてまあたまに声が入るかなと思います、えー、いつもはマスターをしてますひふみさんもいますので、はいえー、皆さんとカウンター越しのようなおしゃべり、はい、楽しみたいと思いますよろしくお願いいたしますでは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 ,では先週のえっ、ー、とゲストさんのね ハンビーハンビーナイトマーケット入り口オープンしているカフェの先週の f i f m i s b a ははいお願いします待ってくださいよ準備してませんでしたよ原稿カモンあったあ投げられたにゃ曲も終わってし、はい、先週の振り返りからいきましょう大事なゲストさあ先週の f i f m i にはですねはいえー、えー、えー、えー ハンビーナイトマーケット入り口でオープンをしているカフェとモ,ナモアナの後藤美香さんがご来店でしたっていうか美香さんカフェよりも、うん、FC 琉球ビーチサッカーチームのマネージャーもやってるしこ<う>女子チームの選手でもあるし、はいえー、家族旅のインフルエンサーとかもやってて<ー>登録者数もすごく上がってるですよ<ご>と,とにかくマルチに活動しながらそねそう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  あの栄養学とかもねへ<ー> DNA なんだっけ DNA 栄養学かみたいなのも DNA の DNA… その人の DNA を採取してその人の体に合った食事とかを判定する<わ>そういうのがあるらしくて面白いそれ,それも勉強するらしいあじゃあもうほんとに個々に合ったものでそうですそうです すすごいですね今の,なんていうの食べたくなるものってあるじゃないですか、人それぞれありますね。それが DNA で分かるらしい。はい、はいはいはい。体にもますね<ー>で。そういうのとかもやってて、本当にね、あのマルチに活動しながら自分磨きの達人って感じの素敵な女性でした、えー。今後は FC 琉球、FC 琉球女子ビーチサッカーメンバーで今度、皮膚水場を弱してもらおうということで、一応話してます。あちらのメンバーと相談して、うん、えー 後日連絡するということになっております。はい。してして、今夜の皮膚水場はここからマイオさん。はい。はいよ、現行どうぞ。一枚しかないんかい。<laughs> <laughs> さあ、今日の今夜のえマイオズバー。<laughs> ーーそうですよ。間違えないでください。はい、すみません。今日はマイオズバー。<laughs> なんかゴロよくないね。ななマイケルの店の名前つけたらいいよ。 <laughs> いい<よ>今日は、ま、マ,マ,ムママムを、ね、そうお届けするんですけれどもさあ今日は私が回していきますからね皆さんついてきてくださいさあ今日のメッセージテーマなんですけれどもテーマは「あなたの推しのアーティスト」です推しアーティスト教えてくださいまあ推しアイドルとかでも全然 OK です本当にね推してる方ぜひぜひ私はねだからもう今日はもうママムの曲しか書けないって言って。 人のアーティストを聞いてからその人たちにそうですよ。皆さんのアーティストを聞,い <laughs> 聞いて、あいいですね。<で>じゃあ聞いてください。<laughs> ママ無でっていうような感じでちょっと増していっちゃうかもしれないんですけど、どよ, <laughs> よろしくお願いします。ぜひ皆さん教えてください。メールアドレスもう一度お伝えしますね。はい、アドレスが数字の一二三アルファベット <laughs> hwmb アットマーク <laughs> gmail.com です。では。 いつも通り、私もゆっくりお伝えいたします。数字の1。一二三。小文字アルファベットの小文字で。H. W. M. B. アットマーク。そして。G. M. A. I. L.。ドット、C. O. M. となります。ということで、この放送は。 コロナ禍中、密を避けて置き釣りはいかがですか国際旅行者南部観光センターでは、当社所有の釣り船クルーザーで、馬天港から半日、一日乗り合いツアーを実施しています。また、貸し切りツアーで、サビキ釣りから深海釣りまでも受けたまっております。竿、餌、すべてレンタル込みでの出港です。お問い合わせ、ご予約はこちら。電話番号0 9 0 零九零七五八五五九三一さあ続いて9月19日にシャオロントゥー・ザ・スカイのワンマンライブが決定シャオロントゥー・ザ・スカイのギターボーカル魂さんが所長しております HSTI 骨格調整所月の庭 さあ、そして続いては、FM 技能ン毎週月曜日夜10時から、トーマスボディーショッププレゼンツ、エルマノレディオショーという番組を放送してます。板金塗装から愛車のカスタムなど、車の板金のことなら、ここ、トーマ板金塗装 ロハウスという思想、そして未来に存在可能な住宅、デザイン性を加味した沖縄型サスティナブルハウスを建築していくことを使命として設計・施工しています。IMI コーーポレション さあそして次は沖縄県内こってり濃厚魚介スープつけ麺専門店他店ではまあ、絶対真似のできないこだわり抜いた自慢のスープとコシのある太麺はお客様を裏切らない一品ですめんどころ夢の矢さあそして速報です現在近畿地方のイオン大阪16店舗兵庫21店舗 京都4店舗、奈良では4店舗、佐賀で3店舗、え合計で48店舗で <laughs> <上>、全財 <laughs> の藤井の、ニカミ。全の藤屋の全財各種が販売中です。期間はなんと今週いっぱい。近畿地方の方は今すぐイオンへゴー <laughs> ダルチさん。 フラットヘッド、トイズマッコイ、桃太郎ジーンズ、サムライジーンズなどのジャパニーズデニムをはじめ県沖縄県内で作られているダブルボランチそんな良質なアイテムを取り揃えていますブルーファンストスターさあそして続いては緊急事態宣言のため朝11時半から3時のランチアイテムのみの営業となってます日曜火曜日はお休みです こんな時期ですがみんなで頑張りましょうというのは居酒屋わわさあそして前半はこちらで最後ですよ現在ご家族の方に要介護の方はいませんか在宅復帰を目指す入所施設介護老人保健施設シルバーピア式なさあ全部でね18社あるすごいですよね18社もあるスポンサーさんちょっと前半後半分,分けさせていただきました 今日はマヨズバーなんでマヨオリジナルまず九つ紹介させていただきましたあとでまたねあの残りすごいな10時台そうですね十時のまあ最初かもしくはちょっと途中にはい。お伝えしたいと思うんですけれどもねわすごいなほんと皆さんありがとうございます私はあんまり関係ないんですけどありがとうございます素晴らしいですね いっぱい噛みました <laughs> <laughs> では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 えーもう一個よはいしてから今日はミキさん席に座って静かにすると思いますけれどもマスターの本業ギャン E M あってるね E M えーよくたの <laughs> 書いてあるよね <laughs> ちゃんと書いてるよね違う違う読みながらこれ E と M だったかなと思う E ご読めんの E M ちょっと待ってもう一回いこう <laughs> マスターの本業は EM たまき牧場牛乳の宅配訪問販売 <laughs> 毎日スーパーに納品するのと同じ日付の EM 牛乳を大パック税込み290円をはじめ中パックに瓶入り牛乳にコーヒーカフェ牛乳 なんでですかさらに玄米ドリンクを取り揃えていますよまた今井パンさんからなんとマスターーふみさん販売のみのオリジナルパンそして米5 0 0の手作りシフォンケーキの備前米工房のシフォンケーキも一緒に配達させていただいてます。 今週末、もうイコール、もうそこ。あ、もう,もう毎週日曜日。<あ>はい、すごいな。今週末、浦添、ギノワン、沖縄市、そして、ウルマ市、チャタン、カデナ町、読谷村に配達するっていうことですよ。行くぜ。これも、あの、 ここにまだってないところのからでも注文大丈夫ですよ。ね、<laughs> はい、大丈夫で <laughs> すよね。どういたしまして。うですよ。待ってよ。行くよ。本当だったらもうどこでも行くよ。今読んでないところでも行くからね。<laughs> ご注文お問い合わせはマスターまで電話 <laughs> 番号が零九零一九四七五二一二零九零一九四七五二一二もしくは各 SNS へ直接ご連絡くださいということです。ツイッター、ツイッ、違うインスタ、フェイスブックですかね。 はい。はい、よろしくお願いします。で、えー、僕の僕にで DM いただければ、受けます。お問い合わせも全然大丈夫です。瓶一本でも持ってきます。おい。はい。ということですよ。ぜひ皆さんお問い合わせください。はい、え、では、おい、よ、え、私喋りすぎました。だろ？十十四分かかるだろここまで。うん。結構すごいってだってば。こんだけのあのー、今ワン切りいる？いらないクミも <laughs> でもすんな。 えらい私ラインするって言ったんですけどラインするの忘れてました緊張して <laughs> 一回曲かけてツイキャスいきましょうねはい、はい、じゃあ今日はさもう私がもう今推してるアーティスト韓国のアイドルなんですけどちょっと待ってねえさんちょっと待って<ん>ちょっと待ってあのツイキャスをツイ,キャスツイキャス拾いましょうよここであれだから曲いってからツイキャス拾うって,って,うって今日はあれですよ私のマーヨーズバーですから だから今日はね「ねママム」の曲をいっぱいかけていこうと思うんですけれども「ツインキャス」の皆さんのコメントももちろん読ませていただきますので、えー、一度、ちょっとあのママムの曲私がもう本当にこの彼女たちにもうめちゃくちゃ惚れた1曲をまずはかけさせていただければと思います。はいよ そうですねはいもうこの曲でもう全世界に知れ渡ったと言われている曲です聴いていただきましょう「ママムヒップお届けいたします スケスが。あ,あ<う>そっか、曲の時はこれだな。そうなんですよ。おまめさん<あ>いらっしゃいましはじめまして。そうなんですよ。沖縄発見のジトウさん。こっちで聞きたよね。だめだ。かけられない。ね。おまめさんあの沖縄の FM 喜ノ丸というコミュニティ放送局でやっている、えー、ヒーフーミズバーという番組で僕マスター。ちっちゃいバイクに映ってた僕マスター。僕の番組なんですけど今日ゲストさんが番組ジャックするということで。うん この方の中でママムーっていう韓国のアーティストが好きで今日このママムー特集をやるということで番組ジャックされてます歌さっきはちょうどいい今度僕もジャックナイフでジャックしてですか <laughs> チンって楽したうチンがないチンがないこっちでもないスナックが猫でよくないってメイちゃんがんさっきも言ってたんだよ 本当にありそうですねスナックが誰ういかか言なスナックじゃない、なんて、なんて、なんてガー,ルガ,ールガールズパブじゃないな、パブじゃないな、ガールズクラブ。 あと17秒サパークラブサパークラブって何ですかなじかさやろ <laughs> <laughs> 次、じゃあ次進んでいきますよ CM、うん、ってずっとないんですよねううん、もうそのままごと消したら次、うん、すぐすごいわモーニングエイドと全然違うどうぞ さあ最高でした、ずっと踊ったんですけど、ツイキャスにもね、ここで曲が聴けないのはね、残念だねっていうような、まあ、規制がありますからね、もし曲だけ聴きたいってなったらあの、アプリになるんですけど、リスラジとか、マイチューナーラジオっていうのから聴くことできるので。 もしよかったら、私は曲紹介したらもうそのアプリにすぐ切り替えてから <laughs> 聞いてみてください。ではではではたくさん来ておりますツイキャスコメントいきますよ。追客です。あごめんなさい。<laughs> 追客さん、まあ、はい。まあまあ追客よ、まあまあ追客。追何て言ってんですかいつも。追客<脚>。あ違う違う違う。ツイキャスコメントじゃない。追客コメントっていう。はい。あかしこまりました。追客コメント。三口の説明もよろしくお願いします。ああ三口っていうのは一番最初に来た。 方、方で一番最初にご来店された方を見口と見口と言いますので今日はしんちゃんさんでございます。見口っていうのは沖縄の方言で新しい口と書いて見口と読みます。そうです。その日の営業をさ最初にオープンした最初に来たお客様のことを言って僕マスターが働いてたカフェバーでは、えー、最初に来たお客様にワンドリンクサービスでさ、ね、ービしてたので。じゃ新ちゃん何あげる？えー、だからおめでとうございます<あ>という言葉を送ってるんですよ。 おめでとうございます。皮膚水番付。競ってこないくせに。<laughs> え、ワンドリンクって好きなのあげてたんですか?。いや、えー、も,もによるよ。おお<ー>。うん、<あ>だいたい、だいたいビール飲む方が多かったんで。あ、じゃ、あこの方だったら、これかなみたいな感じです。そうそうそう。<ー>あのー、場所が九文字で、その二万の方で、はい、常連さんがいつも決まってたんで。はいはい。あの、キリン飲む方には、キリン出して。 ハイナキャン飲む方にはハイナキャンビールの種類も違うってことですかすご楽しいじゃあしんちゃん寝だろう何かしんちゃんが来てますよ。マスターこんばんは泉サナの特急サダさんこんばんはいらっしゃいませプリームさんマスターバーテンさんマヨ追客の皆さんこんばんごくんちょバルサミコですマヨ手を振ってるよ見えるギマかな思わず名古屋のダンサーズさんこんばんは えー、ティナターナーでございます。ティナターナー知ってる？僕はないですね。あ<ー>あ、何お城さん。あわかりました。カブーさん、ヒフミさん、キャンキャンさん、ゲストのまゆちゃん、こんばんは。今日は日光え日光き墜落事故の日ですね。してまゆちゃん、今日ジャックしに来たって言ってたけど、読みたいの借りを返しに来たのかな？<laughs> そうですよ。でもそこまで私は暴れません。はい。はい。私は暴れずにジャックします。はい。 もうすごいんだから読みたんで。当たるめえさんあの番組四十五分しかないからもう時間ないんだよ。いやいやいやだから喋る時間ないんだよ。四十五分しかないから。うん、なんかこうま眉がうまく回せるようにしようとかじゃないんですか。何が？あじゃないんですね。何が？<laughs> 話が通じないな。<だ> <laughs> むちゃんさん、こんばんは。<laughs> いらっしゃい。えー、ギネスさん、ひふみ様、よ、こんばんは。はい、こんばんはいらっしゃい。なおなおさん、ひふみ様、ようさ,さん、こんばんは。こんばんは。いらっしゃい。はい、スプリームさん、オフショルのプリンセス、鎖骨風呂に入りたい。あ、こっちにね、お湯ためてからね。あ、ちここ、やけど。いいよ。スプリームさん、おいで。<laughs> え、そして、番組ジャックじゃってことで、しんちゃんさんから。ね、東京グロスさんも来てますね。マーヨーズバー、そう、今日マーヨーズバーだよ。そ<う> <laughs> えそしてスプリームさん仲良役ラジオの仕返しをするつもりかなだからさぁ真面目な仕返し <laughs> なんか真面目な仕返し <laughs> ギネスさんマーヨーズバー開店おめでとうございますありがとうございますえそして東京の山れクイラさんマーヨーマスターこんばんはこんばんはえー、沖縄ワンチュルさんあなんか久しぶりな気がするそう こんばんはマイオキャンさん今週もお邪魔しますあマスターモターンっていそう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 今日は私のだからねおーい俺 <laughs> 参りよーいえー長谷川さん昔と何キネズカ <laughs> あ間違えちゃった篠塚あ篠塚、うん、あ<う>キネズカを篠塚って書いたってこと、うん、篠塚っていう野球選手がいてへー昔とった篠塚ってみんなよく言ってたんですあそうなんだ これ話だ <laughs> お同じ世代ですか多分ほうえー、そしてしんちゃんさんママさんやろあ、ばあそっかマスターじゃなくてママさんかそうあーそこまで固めて来ればよかったな固めて固めてる,<今>てる固めて来ればよかったはいよえー、そしてかんぽいさん今日はさすがにママムじゃなくて甲田組の方でよねってきてるんですけど違うわよ <laughs> この人裏切ってるんですよそれがもう今はもうどっぷりハマってるのがもマムでして ごめんねくーちゃん。でもでも今日高田君の歌あの5回ぐらい口ずさんだよ。知るかよ。<laughs> 知らんよや。だから大丈夫だわ今日まだ。<laughs> えそしまだ <laughs> スゲストはヒーフェミイさんじゃないってそうなんですけどメイちゃんなんだろうママ感があるえナイトエイトじゃないのねってことでそうですね。えそしてナルトラさん夜。 夜の前起きたー、ムサシさん、マスターキャンさん、ビップゲストのマユさん、追客の皆さん、こんばんはしゅい。しゅい。天空スタジオからの生放送お疲れ様です。170回目生放送おめでとうございます。そう。特別編マヨズバーの生放送楽しみですね。ふん。そうだね。今日はマヨズバーですからね。お空さんこんばんは入店します。初めて？かもしれないです、ね。ビフ水場お空さん初めてかな。ねえ。キャンさん初めてのお空さんって。 嬉しい。よろしくお願いします。えー、そして、そして、スプリームさん。マスターの神々が映ったか順にやん。なるわけよ。私、普段絶対噛まないんですけどね。嘘き。噛んでるよ。読み噛んでも。カンポイさん。そんなことないよ。普段も若干あれですよ。ないや、だから噛まないってば。ナティナテさん。ティさん来てますよ。マヨマヨお疲れ様。ま。ナティさん、マイクカットでしょ。ツイッター見まして私。あの、おもちゃおもちゃおもちゃ おもちゃてるおもちゃじゃないナッィーさんの上等だったすごく何色同じピンクっぽいんですけどあのもうメーカーが違うんですよ絶対もう採点まで出るって言ってたもん点数が出るの なんで私それが欲しかったうらやましい誰も何の話してたけど全然誰にも通じてないて <laughs>、えー、そして進撃のメイちゃんスナックが猫はすでに回転してそうあスナックが猫どっかにありそうだね、うん、上原一郎さんこんばんはひふみさん、えー、マヨだひふみさんマヨさんキャンさんモーニングエイトパーソナリティギノマンスタッフ写真加工しました見てくださいよく聞くのはクレイジーケンバンドですね あ,ありがとうございます。あ、また写真を、ね、また送ってくれてるのかな、えーの？もうメールがいっぱい来てる。嬉しいね。えー、あ,ありがとうございます。しおさんおはようあおはようございますね。いつもおはよう言うから間違えちゃう。こんばんは。えー、そしてアッペルジトーンさんこんばんは。ミキと <laughs> ん？ジト,ジトーンさん。はい。こんばんは。あ、あそうなんですか？私。 あ、そうなんだ。私はじめましてになるありがとうございますこんばんは<き>はじめましてねえうれしいミキトーニー人の娘のまるさんこんばんは飛行船船長さんふみんさんが頑張って起きたよた。ァイ船長船長さんってあれですよねふんあの帽子かぶってる人ですよねあの、北海道のリスナーさんあっちこっち 帽子かぶってからああの船長さんと違うまた別、うん、あそう船長いっぱいいる船長さんはあのよくギャラリーで来てたりそう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 ,そうあではなくてこのせこの船長飛行船の船長さんはリューティーファミリーの方そうなんだ、はい、こんばんは初めまして失礼いたしましたしげるさんこんばんはお豆さんこんばんはお一人ですがよろしいですか初めてですよよろしくお願いしますってもちろんですよウェルカムですえーんですねあの大雨さん <laughs> 普段は僕が喋ってる番組なので、ね、あの毎週 <laughs> こと方がいるわけではなくて、今日ゲストなんですよ一応ね。あゲスト？<laughs> 初めてとかでちゃんと小説して。すいません,わわん本当はそうなんですよ。よ私がいつも喋ってる番組ではなくて、あのー、今ツイキャスではちっちゃく映ってるそ、あのひふみさんの番組です。普段はもこんなに私喋らないですよ。もしゲストで来てもね。はいそうなんです。あ大きいけどちっちゃく映ってます。<laughs> <laughs> 今日だけ私です,そ,ですそして R&K のパパさんあらまよさん皆さんあ皆さんこんばんごっくんちょえー、そしてえー、っと他ににってたのはあ進撃のめいちゃんさん提供読みはどうするんだろう」ってことでそう,そう私が読みます半分半分にしました、うん、いっぱいあるからね18ってよどんな人集めたのかとっても知りたい<は> <laughs> すごいですねいつか聞かせてくださいえ <laughs> 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 なんて？エイ,エイキン？エイティン。あエイティンよも耳周り。そのまま言ってるだ。だからさ、なんか特別なこと言ってると思ってから、デイジ耳すましたら、十八を英語で言っただけです。<laughs> <laughs> <laughs> えそして、えー、他に聞いていたのが、皆さんさマヨのメールアドレスの読み方＆スポンサーさんの読んでるシーンめっちゃレオ。お。あ確かにね。嬉しい。あお豆さんマヨさんの。 雰囲気違うモーニングエイトの時と色っぽい。え、おマメさん待って。おマメさんって名前でモーニングエイト来てくださったことあります？忘れてるんじゃないの？じゃあ私絶対忘れない自信あるんです。失礼だな。絶対忘れなてない。絶対本当に忘れない。あ、なんてもう一回言ってごらん。ああ何が？<laughs> 絶対忘れる。え何を？絶対忘れないって。あ,あ、絶対忘れない。<laughs> <laughs> もうどういうこと？<laughs> えそして。 う嬉しいよほらほらほらなんだろう提供みを落ち着いて聞ける「ハッシュタグかまないかドキドキしてる」ってメイちゃんイけいけメイちゃん嬉しい嬉しい、えー、そしてほか、えー、に来ていたのはえっ、ー、と鳴門さん安定の提供みエイジだってさフィンシーマヨネーちゃんオフショルダーってことでそう実はねママムのあのー、セクシー担当の あ、ママムを説明しましょうよ。確かにね、今、うん、そうだね、うん、えっと私がママムって誰？そうだわ今日、私が今日を押してるたくさん曲をかけたいなって思ってる K-pop のアイドルのママム、四人の女の子のグループなんですけれども、ラップもするし、超激しいダンスもするし、なんなら歌唱力も全員。 もうずば抜けてるっていう5人あ4人グループなんですけど、ええええ、本当にファンなの <laughs> えコード首も怪しいしママも怪しいな、ええ、お願い本当に大丈夫だから,れれらいい大丈夫だから毎回来てるよ <laughs> そう4人のグループなんですけれどもあのー、ソラっていうリーダーのね女の子がいてこの子 この方がもう三十一くらいの年齢なのかなでムンビョルっていうラップダントの方が私と同い年の二十八なんですよム,ム,ンムンビョルムンビョルソラ、うん、とムンビョルソラとムンビョルそうムンビョル,ビョル難しいそしてあと二人いるんですけどえっ、ー、とフィインフィインフィ,フィイン、うん、フィナーって呼ばれてたりするんですけどフィインっていうことフィフィファフ,フ,フィフフェフォフィフィフミナフィ あ、そうですね。違うだろう。<laughs> ふうふうにちっちゃいイーでィフィイン。フィインね。はいとファサっていう二人がいて、この二人は二十六歳二十七になったのか、うん、同い年の二人ともいるんですけど。フィインとファサ。フィインとファサです。で今日のこのだからオフショルダーはちょっと私が一番大好きなファサ。ファサ。が来そうだなって思うちょっと大人めな。想像やし。ファサとってもいいわけさ皆さん。ファサ。 見てほしい本当にデージイよ。マヨオは普段その、うん、あのダンスの先生もしなんかキッズダンス教えだったりズンボの先生やりながら、はいはい、たまにそのなんだっけママムのダンス踊って動画に上げてるじゃないですか。上げてます。で四人で踊ってるでしょ、はい、あのこの<あ>ママムはまままねママムは四人で踊ってて四人のフォーメーションは一人で踊るときに。はい 普通に踊る人踊っってててるる人を真似のそう,ですそうです、そうです一番、あのー、例えばファサがすごい1人だけ違うダンスをしてて、うん、残りの3人が別のダンスしてるっていうのがあるんですけどうん、うん、それはファサを際立たせるために3人が後ろで踊ってる感じの振り付けになるんでうん、うん、そしたら何を際立たせたいのかその動画を見て、うん、あ今、ファサが中心なんだなと思ったらファサの動きを真似して,、うん、ってやったりして真似てます真似てます。 とにかく4人のこのフォーメーションとダンスは4人分を1人で踊るってすごいよねでも,もめちゃくちゃ好きなんでこれってツイッターでしか上げてないいやインスタも上げてるんですけどインスタ,タはただ鍵かけてるんでツイッターは誰でも見れるそうでツイッターはねしかもなんか140秒ぐらいしか上げれないじゃないですか動画最大なんで あの1.5倍にしてあげてます。早く動かしてるの。はい、早送りしてとにかく一曲を一個の動画で、うん、あのこうツイートするためにはあれはあそっかあの普通の速度でカットしばしないの？はい、やると、うん、なんかうんちょっと途中かなとかになるのが自分でも嫌で。なるほどね。うん。一旦鍵外せや。や <laughs> ねそろそろ鍵外したいなって思うんですけどね。ねはいあでででででツイキャスがえ他に来てるんのがクミモ漢字に続いてローマ字も弱い。って言ってるクミモも漢字に弱い絶<対>漢字が違う漢字が違うの字があ本当だクミモ <laughs> クミモちゃんえそして、えー、カーボンボイさん読めないのは漢字だけじゃなくてアルファベットに戻ったかなえ、読めるんだよ本当はちょっと今日は上がってるよ EM が読めないってあるえ EM が読めないなんか IMI コーポレーション読んだんでええ、<laughs> スポンサーのせしないで <laughs> ひどいな俺は言っとけど読みたんでスポンサーく,くじってないよスポンサー読みたんうん私くじってないですよここで IMI のせにしただろしてないですよひどいな IMI コーポレーションさんがすごくスポンサーさんとして本当にありがたいなと思ったら、うん、なんか EM も IM に見えてきて わかります、ね、この言い訳 <laughs> 感じ取って感じ取ってもう続いて早くいこうえそして r 県のパパさん仕草がおばさん風ジよって、はい、<laughs> そうだっけよ今日はねあのスナックが猫なんでねちょっとあのママ感を出してますあ,、はい、ああえてですよあ,あえて普段こんなじゃないですよ、はいはい <laughs> ワンえー、そしてカンボーイさん今行っていないところの配達料は真悠ちゃんから取ればあそうだねうん、うん、それでよろしくお願いしますどこ行っても行きますよ <laughs>、えー、そしてしげるさん、うん、DM なかなか見てもらえないけどねひふみさんだからよしげるさんの DM は俺僕2日後ぐらいですあそうなんですか遅かったんですよすみませんねもういつ注文くるか分かんないんですからすみません確認します、ね えそしてもたくさん来てますね、嬉しい。ベ、ねね、リームさん、バーテンさん、マリオがマスターを打つムチをお願いします。怖いえそして、カーポイさんめいちゃん、この人たちギターの弾き語りもするってことでギターは弾かないんですけどあのフィーンがドラム叩きます。 ドラムできるんですよ。すげえ。で、あのリーダーのソラはポールダンスができて。<ー>でムンビョルがなんか和太鼓みたいなのを一回ライブで披露してて。和太鼓見たらなの？みたいなもの？なんだろう。<え>あ、なんていう和太鼓でしょ。なんか右と左と後ろに太鼓用意して。和太鼓でしょ。ドン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 って。あ、韓国にも太鼓あるから。かそれなのかな。うん。でファサザーはもういろんなジャンルのダンスがもう本当上手で。 そういったの披露したりしてますねうん。で、えっと、そう、シップリームさんらしいね二十時代もママメトカッシやってたよってそう私これ知らなくて、ヒーフミーさんに教えてもらってだから今日、あの、K&K を聞いた時からはい今日、いつも見てるんですよ、K&K が始まったら K& さんが映ってたからいつもあの、K ・ O さんとか K ・ O さんとか K ・ O さん映るのだ今日一人で映すて、あ、もしかして今日も一人と思ったら あの今日カウンさんが急遽来れなくなったと、はい、でカウンさんもママム好きははいはい、はい、<で>大好きですよ、ね、その話前にしてたさ、はい。で,それで,そ,のでそれで今日は最初からママム特集をする予定でいたらしくて、うん、でセットリストキャンさんに今日かな、はい、送ってきて「ママムやるよ」だけど今日急急遽来れなくなりましたよっていうことで。 キャスさんは一人でママムを説明できないから宇宙の話してました。宇宙。<laughs> カオンさんじゃね。だからよ。カオンさんキャスツイキャスも来れないのからもし聞いてたらツイキャスコメント入れてくれたらもうあのママムの好きなところどんどん書いてください。<laughs> ママムも知ってる人他にいるのかなリスナーさんでねどうだろう僕もあんまり知らなくていやもう今日はママムの曲たくさんかけたいなと思ってる何た今 20, 20は韓国アイドルではないのか20は違いますよ韓国のなんかプロデュースしてる人がプロデュースしてるんじゃなかったっけプロデュースしてる人か私本当にママムが興味なくてわかんないんですよえー順序ひどいな <laughs> 韓国のプロデューサーがプロデュースしてるのが日本人の20っじゃなかったかなぱっと見韓国人ですよねなんか20ってもう韓国のアイドルだと思っててねナ縄飛びダンスでしょそしたらみんなが日本人だよそうそう日本人なんですよ TWICE は日本人とね韓国人が混ざってたりするんですけどそうなんです日本人もいるんでしょ TWICE…TT… TT は TWICE の曲あは局か。 <laughs> デージになってるえっとえー、っと,、えー、っとピンクブラックピンクはいあすごいえー、少女時代少女時代一番好きだったあと誰,かいる誰かいた韓国あとはカラとかあカラもいたねはいあとはあとはあこんなもんねシークレットとかあ知らんあとねアフタースクールとか、えー、結構あったえー、いっぱいあったよ忘れちゃったなでも中でもやっぱり ママママムムがが私は一番好きですでもあのちょっと今回今日ママム特集やるっていうことで、はい、少し調べたというかちょっと検索したりしす。あんまりなんていうの派手な感じがしないっていうのなんか素朴なんですよねオンとオフがすごいはっきりしてて。なんかねえっと他の アイドルってアイドルしてるけど、まあ、まあまあアイドルアイドルしてない感じがしたんだけどそんな感じそう本当にそれでそれで私好きになったんですけど、うん、アイドルと思わなかったんですよ最初メイン真ん中にいる子がリーダーダえーっとね<体>う真ん中はだいたいファサとフィーンのその末っ子二人が末っ子そう二人が26歳27歳のそう,、ね、そうなんです一番末っ子ちゃんなんですけど、うん、結構二人を見て、あのー、このグループを作ろうと。 でプロデュースされたみたみいで<は>フィンとファサがレ,レッスンがすごい楽しそうだったから、うん、あこの二人をだろうなこのグループにしてデビューさせたらすごい売れるんじゃないかなっていうことで、うん、あとムンビョルとソラも一緒にくっつけて4人でデビューさせでリーダーがソラリーダーがソラですでソラはすごいあのでいいですソラです,ソラです多分の,あのとうんあの男性受け絶対するのはソラだと思う うん、うちの女中にその顔してるの。る、うん、なんかそんな感じ細くて、色白で。あのね、ファサはどっちかって言ったら、ちょっとあの。肉質がいいんですね。肉,あ肉質。ええ、肉好きだ。<laughs> 肉好きがいいんですよ。ジョーカルビか。<laughs> 何が。肉質だけど、あの、もう何か。 したらいいの, <laughs> あのソラはすごい細くてムンビョルも細いんですよラップ担当のね、うん、でフィーンはもう健康的って感じでちょっとファサーちょっとだけちょっとポチャっとした感じがしてて、はい、であの「大丈夫ツイキャスコメント」ツイキャスが結構来てるんだよだからさ、うん、だろうけ私がこんなにいっぱい喋るよりもツイキャスのコメントを読みたいんですけどちょっとだけ待って、はい、であのただソらはそのすごいベビーフェイスで <laughs> ム何だろうなずっととにかく笑っててムードメーカーずっと笑ってる子が四人のムードメーカーでファサはセクシーでクール一見クールなんですけど何何アイスクリーム食べたいなって言ってるかみんな歌ってますえどういう意味リンがアイスクリーム食べたいねって言うフレーズを歌ってるかあそら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 うんリンだ そらですあの子かわいいあドギーさん今来たってあの今日はドギーさん今来たやばいコ田ダク大好きなんですけど <laughs> 私コ田ダクドギーさんと同じぐらい大好きなんですけど今日は最近好きになったママムの話をしてます <laughs> やばいドギーさんにこれ私ね一生言わないつもりだったんですよ <laughs> バレてるし放送をってるだってドギーさんと一緒にカラオケったらコ田ダクの曲しか歌わないから <laughs> やばっ <laughs> コ田ダクに変えるええ <laughs> うり、くーちゃんじゃないわ。ってやばい。ね、くーちゃん可愛かったよね。あのー、昨日、今日、上がってるし、あ、ずっとやりたいです。今日は。く <laughs> ーちゃんの話します。<laughs> そうで、だ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 、七話した。で、ふサーは、だから、あの、クールで、ビューティー担当っぽいんだけど。うん、意外と、お茶目で、笑うおさなんですね。四人の中の。うん、で、で、な、もう、とにかく、P. V. とかも、いろいろ見てほしいな、みんなに。で、曲もたくさん聞いてみてほしい。 すごいんですよ、うん、どうしよう <laughs> 待ってツイキャスのコメント後ほどまた紹介していいですか <laughs> いいですよ。曲かけたいなじゃあえっと次は何がいいですか何がいいかなえっと、えっと、一回さじゃあ、はい、この今話があったディンガはちょっと後ほどかけたいので分、はい、かったこのねもし可能であれば見れる方見てほしいんですけどあのゴーゴーベベっていう曲があるんですよ ゴーゴーベ,ベベっていうねこれ<で>ベイベーじゃあベベかベベです G O G O B E B E でゴーゴーベベって曲があってはいすみませんまな先生、はい、あのー、えっ、ー、とママムーの曲って、はい、ジャパニーズバージョンとはいそうじゃないバージョンがあったりするんですけどえ答えられるかなはいゴーゴーベ,ベベはジャパニーズバージョンってあるのあありますありますあるんですけど今日はどっちを書けるばあタチアーどっちがいいどっち書けるあもうハングルバージョンハングルバージョンって言うんですか <laughs> ジャパニーズバージョンじゃねえ韓国バージョンで ジャパニーズじゃない方ね。はい。オッケー、わかりました。そう、ゴーゴーベベっていう曲があって、で、この曲の、そのさっき言ってた空が。めちゃくちゃ可愛い、テーブルの上で、なんか泳ぐもねして、わあわあわわ暴れてるんですけど。<laughs> 超可愛いんですよ。<laughs> <た>そう、とにかく可愛い。まあまあ、ちょっと空の話が出たんで、ゴーゴーベベーお届けしたいと思います。それでは、聞いてください。きた。 みみあちゃんがモンビオルが好きってあうれしい ムンビル歯が多いらしいあのムムの中でムムムを紹介したいな <laughs> ドギーさんが遅いよいやポンポンン何がギ <laughs> ネスさんマヨの方がかわいいよってじゃあギネスさんに何かあげようシゲルさんひーふみさんが言うとゴッゴペペって聞こえるゴッゴペペが分からんわ伊達さんジママムでデ,デイゴお願いジママムでデ,デイゴお願いします <laughs> これ何がいいのベ最下のこ、ね、あっ何かこの曲がみんなで盛り上がろう的な遊ぼうよみんなで騒ごうよみたいな曲なんですよああそっか曲の意味もそう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 でも私「ゴーゴベベ」の意味はあんまり分かんない重低音もいいねあいいですよねこのエラ「エラエラ」ラララって言うのイルルイルイルイルルはなんかねなんか,なんかね韓国っぽくない 洋楽のポップスっぽい。おいでおいで出てます。おいでおいでおいで。みえちゃん、ファサはね、なんかつぶあんって感じ。何。ファサはつぶあんて感じ。ええー、私、ファサ一番大好き。大好きです、ファサ。高校生マスターは講座社民が好きなはず。こばは講談社民です。<laughs> 全然、ディズニーして、キャに、また変装してきてる。誰ですか。ムム <laughs> <むむ>。ムム。 メールも結構してるよあ読みますでも、追加スコメントいっぱい読みたいなうん一つ読もううんまだあと八、えー、分四十秒えっと、じゃ今、今ちょっと流れてる間にごめんなさい今紹介していいですか追加スコメントあー、全然大丈夫ですよえっとええー、どれだったマよ自宅カラオケであれ使ってないの 曲面白いなあれはダンスでやってたまーにカラオケで使ってますあれスピーカーが、はい、イクもそうそうそう,そう、ま、だマイクつないでやってますえー、どこ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 あこっちかあチンベルはどっかにありますよみいちゃんさんヒップごちそうさまでした久美もあシュペリムさん前の t w i t でセットであのね今日実はあの 流れで曲をかけるってなってるんです。い準備そうなんです。ギネスさん、今日。あり,ありがとう。<laughs> たくさん来てます。ツイキャスのコメントも、ツイキャスの皆さん、ありがとうございます。ではでは、あ、えっとね、ちょっと所々になっちゃうんですけど。ハープボーイさんが。身口の話してるんですけど、男性だと。先客万来。 うん、だったはずよとか、そういう意味もあるんですか。男性女性っていう。おお。女性のお客さんが先に入った、男性がは先に入ったで、変わるんだ。えっとね、お酒の神様は。はいえー、男性か、女性だっけ。男性だよね。へえ<ー>。バッカス、バッカスのこぼれ話って<あ>、僕が十時代にやっやるんですけど、はい、バッカスっていうのは。うん、お酒の神様のことなんですよ。あ、そうなんですか。それでバッカスのこぼれ話っていうタイトルにしてて。 その神様が男性だからそう先にじゃあ三口さんが男性だったらそうなんとか女性だったらなんとか例えば海の神様は女性だからえっとなんだっけ海に釣りとかに女性が行くとよくないとかって昔は言われてあへえそういうのもあるんですねそうなんですよく知ってるカーボーイさんかありがとうございます埼玉のはち一家さんこんばんはあなんかこの方の名前言うとあれですね 私、日頃言わないから聞く埼玉の蜂蜜一家さんの名前の富士郎の番組とかこっちでばっかり聞いてたからほかに来ていたのはカーブボイさん4回しかマ夜ちゃんが T サージのチューブの女になるのかなひふみさん、画面気をつけてねえ何だろうチューブの女 チューブの女ですよ <laughs> え、そしてえっ、ー、と、あ、カフーポンタさんはいマイオーセクシーゴくんちチョゴックンえー、他に聞いていたのはね、うん、えっと、あ、メちゃんクミちゃんよりもドギーさんが泣いてるはずよってことでそう、<laughs> ドギーさんがね、来ちゃってバレちゃってでもコーダ君も好きだよ本当に <laughs> そうです <laughs> えー、そしてそ 言言っっててますうのはかエスプリームさん、ママムにマヨが加入して5人になるとか、ねあのねあのね、ママムが実は LINE、2024年に3人になるんですよ、予定で。2024年、7年間の契約らしい、韓国のアイドルって、だから BTS もいつか解散するはずよ、BTS? 分からんけど、とにかく7年らしい、半端ですよね。 ラッキーセブンそうだから来年まで来年再来年までかな <coughs> なるほどねそうなんですえそして他に来ていたのはうん、うん、えっとまんまるシェフさんさんまんまるシェフさんさんこんばんは <coughs> いらっしゃいませ <laughs> えそしてえー、スポンサーのせいにしちゃダメよってメイちゃんから来てほんだ,だよねクビも「ヒフ兄やんちーママの時給アゲントだろうけ私時給が上がったらちゃんとしゃべれる」 えほかにはあクイ雲から「20はメンバー日本人でプロデューサー韓国人だった味よ」って「ねえねえねえあそうそう JK パークでしょ?」って来てるあのシュプリームさんから。なかパークってっていう人がプロデュースああ<ー>プロデューサー名前だ。うん、で一番最初は多分ボアじゃないって。 ボアから日本と韓国の架け橋になるみたいなねそして、えー、とドギーさんが「あいまよやし」ってことでばれましたみやちゃんから <laughs> もうみやちゃんがねムンビョル派っていうことで先ほどコメント来てましたけどあそう嬉しいな知ってる方もいるんですね、うん、えそして、えー、と他にはママムは肉なのとかねまよちゃんがママムを食べようとしてる <laughs> とか肉質って言っちゃったね <laughs>、うん、肉好きね <laughs> ねええー、と他にはね、真っ白いキャンディさん、こんばんは。えー、そして、そして、あムードメーカーねってことで、そらちゃんがムードメーカーなんです。えー、他にはね、うん、先ほどのゴーゴーベべ、ナッティさんから、重低音もいいねってことで来てましたね。うん、い,いねははい、えー、他に えー、埼玉の郷さんも来てますよ。FM 読みたんからハーハーしてきまして、ごくんちゃん。<laughs> あー、よかった間に合って。いらっしゃいませ。えー、そして、ポンタの飼い主さん、こんばんは。今日はガールズバーですかそうです。スナックもいます。まあヨジャックやさってことで、埼玉の郷さん。そうなんですよ。うん。えー、そして、えー、他には、あ、クミもどうかな ?BTS は経済効果があるから、契約延長とかするかもよ。へ、えー、スラ伸ばしたぐらい。まじ平気伸ばした。 あ、平野じゃないに平野切ってんだ。平野<え>だと思った。平野。いやいやじゃないよ。<laughs> え伸ばしたんだ。やば。ね、じゃあ中引くかもしれんね。うん、えママも伸ばしてほしい。でもママもソロでも活動してて。あ本当に。そうそれぞれショーもちゃんと取るぐらいもう実力派なんで、うん、ぜひ聞いていただきたいですねソロの曲もね。なるほどね。はい。もう多分私ツイキャスでこの時間は終わっちゃうなので。 すみません、メッセージいただいた方九時台じゃなくて十時台に読ませていただきますはいよえー、そしてポンタの飼い主さん、はい、だから少し前見た K-POP のアイドルが見えなくなるんだねってそうなんですよああ、そういうことかそう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 7年で解約だからうん、なんですだから残るか残らないかとか<ー>フィンが抜けてソラとムンビュルとファサが残る、うん、今のところですけどでも三人も七年経ったらいなくなるいや、三四人で七年でどうする 今からってなってフィーンが抜けるんですけど、うん、だから3人ももしこの12年でやっぱり私たちもソロがいいってなったら解散になるかもしれないあ解散してソロでは活動はできるママムっていう存在がなくなるっていうそ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 うなんですすごい寂しいですよねなんか,なん,かなんかあれだなうん,なんうん私も思いますそれはなんか韓国のねなんか決まりなのかなと思う業界の起きて。 富士だなあ,あそうなのかもしれない。そういう感じなんでしょうねうんなるほどね、はい、すみませんじゃあえっと曲もね、はい、結局私めちゃくちゃ喋って二曲 そうですよね<ー>そんなもんでさ2時間番組余裕があると思ったら、えー、今日私も10曲ぐらいかけるつもりだったいいいいかけんでゆんとくしてるよ一緒に踊ったりいさして <laughs> 確かに確かにじゃ,ないじゃあまたあの10時台もあの曲かけていくんですけどもちろん皆さんからのメッセージとツイキャスも読ませていただきます、はい、とりあえず10時はいつものバックスのこぼれ話もやりますよそうですであのー、スポンサーさん残り9社ございますのでその紹介もさせていただきながらあっいい という間の2時間になると思うんですけれども残りぜひ皆さん、えー、1時間お付き合いいただければと思いますでは今日のメッセージテーマもう一度お伝えしますよ今日のメッセージテーマは「あなたの推してるアーティスト」でございます「誰々が好きだよ」とか「誰々応援してるよ」みたいなアドレスアドレスじゃない、えー、メッセージね <laughs> お待ちしておりますので <laughs> 油断しすぎたな <laughs> だからね、もうモーニングエイトじゃないと思ったら好き放題ですね。<laughs> ぜひ皆さん、たくさんのメッセージ、よろしくお願いします。リクエスト曲はかけられないので、ちょっと私がね、今日はあは、のー、かけたいと思ってるマママの曲をどんどんかけていこうと思っておりますよ。では CM お届けいいいいたします <laughs> いいぐらいに終わりだったの最後の 消,す消してと。どっちがいいですか任せますじゃあ提供クレジット読ませていただきます <Okay> だってスポンサーさんがいての番組ですもんねええー、皮膚水バー」って終わったの終わってませんよ天童さん終わってない終わってない終わったよ。今日は終わった終わってない <laughs> 私の番組です違います今日はあの どん,などんな形で番組やろうかということで相談した結果ママムーっていうアーティストが好きだからママムー特集をやりたいとだったらじゃあママムー特集で、えー、番組ジャックしてくださいっていう提案を僕がしてえー、これで見に行ったら今日から新番組ベースじゃないよも違うなんて組もんが大変あったのであのあ今日から新番組って言ってそうなんだよそんなことないた <laughs> 今日からやかましい シェ黙れ<あ> <laughs> そう、あの、<laughs> ヒーフ・ミーズ・バーディはですねあのこのように番組ザックしたい方募集中です来週、はい、来週はブルーミーが予定してるんですけど全然話が進んでなくて、ブルーミーブルーミーソン、うん名前よく聞きますよね来週、来週バーティ来る予定よえ、すごい<う>本物ですか本物ですか本物ですよ <laughs> スーパーアズさんこん,ばさこんばんは来てますアズさんこんばんはいらっしゃいませそう、えー、っとなので番組やりたい方とか例えばあのマヨなんかは、ね、番組2つ持ってるさ、はい、モーニングゲートは、はい、モーニングゲートは、はい、FM 機能版の番組にあのパーソナリティーとして参加させてもらってるそうですで FM 読みたんで番組やっててあそこはマヨが枠持ってるところで喋ってるからそうですで で僕がここで喋ってるのは、スポンサーさんからあのスポンサー料をいただいて、はい、この時間枠を買って、僕、お金をお支払いして番組させてもらってるんですけど、その試しにやりたいっていう金額ではちょっと高いので、うん、試しに番組やりたい人に、僕は僕と同じように番組やってもらいたい人を増やしたいので、うん、試しに番組やりたい人に募集してるんですよ。<ー> あ、番組やりたいんだブルーミーさんやりたいっていうか試しにやってみたい試しにやってほしいラジオ好きにはラジオみんな聴いてるリスナーさんってラジオ好きだから自分のやりたい番組ってあるはずだから募集してるんですよ一度もスケジュール調整してゲストさん必ずゲスト呼ぶなんていけないっていうわけじゃなくてラジオ番組やりたい例えば出なかったら僕がプロデュースするからひふみーさんにこんな番組させたいとかっていうのがあればそれでも乗っかれますしそうやってねなんかねみんなでねその ラジオをね、遊びで使ってほしいなと思って、うん、でそのためにはお金必要なんだけどそれを僕のスポンサーさんがいらっしゃこの枠の中で遊べればと思って確かに試しに放送ってできないですもんねそう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 マジであのー、そう枠持ってるってすごいんですよだから僕今、うん いいろいろ僕いろんなタイミングでここで FM 機能が2時間番組させてもらってるので前は2時間番組 FM 機能が 3, 3番組あったんですけど今1つなくなったのでへ<ー>僕「ひふみずば」と「リューティー」の「今日もあ日」「あ、うん、明日もっといい日」「うん、今日もいい日」「明日もっといい日」のこの2番組だけが2時間番組なんですよあ<ー>だからこの枠をずっと僕2時間減らしたくなくてずっと続けたいなと思って確かにそうですね本当,、うん、本当に だから、淳田さんももし沖縄に来るタイミングがあれば番組やってください僕の番組で分か、うん、って半年単位で契約するんですか、えっとそれは詳しくは僕の方があの社員じゃないのでちょっとわからないので本田さんその辺をお問い合わせしてみてください番組によってはほら毎週じゃないか各週やってる番組もあるのでその辺も うん、あの、あの、鳴門さんが分かる、ナルトさんなんかもるあ、分かるそうだ、そうだ、そうだ、ナ鳴門さんも持ってるから。さすがおじさんなんでかっこいいなって、っうるさいな。<laughs> 誰が言ってるの、天童さん。<laughs> そう、えっ、ー、と、あと三十秒で。先にじゃ、提供クレジット。うん、で、バスカス終わったら、リンが。オッケー。リンがディン。提供クレジット。あ、まとめてきた。 27押してください金銀さんのスマホから27を押してくださいスマホから 27?、うん、はいえど,ど,ど,<あ>どういうことあ、ちょっと待ってよ今オ、ね、私マイク上げたら喋りますよマイク上げるさあ10時を回りましたよ今日はマーヨーズバー違うか 猫スナックでお届けしております。えー、普段はヒーフミさんの番組ヒーフミズバーをお届けしてるんですけれども、今日はね私がもうどうしても大好きな K-POP アイドルママムを、えー、皆さんにねもうお伝えしたいということで番組をジャックさせていただいております。ではでは、えー、残り1時間お付き合いよろしくお願いします。では後半です。この番組さまざまなね。 全部で十八社のスポンサーさんからね成り立っております、えー、前半九つのえ会社、えー、企業さんを紹介させていただきました後半です a、えー、ではではお伝えいたしますよこちらも緊急事態宣言を受けて売り切れ次第終了ということで月曜定休日曜祝日はお昼のみの営業です、えー、時間は 朝11時半から3時、えー、そして夕方の5時半から8時までつけ麺や8連そして続いて横浜中華街のアートギャラリーライブスペースで毎週末イベントを行っていますヒーフミ o o m の横浜支店アートバブ1 4 6続いて国際通り近く公園のそばにある大人のためのお店リビング リビングダイニング日の出こちらも緊急事態宣言を受けて現在は地元の食材をたっぷり使ったテイクアウトメニューを販売中ですまたエビのだしが効いた醤油ラーメンにパラパラチャーハンそこにシューマイ2個がついたセットもありますお値段はなんと500円そんなラーメン日の出として日曜定休お昼のみ営業中ということですさあ続いて 店内ではこれまで通り海産物のお食事はできますがお酒の提供はストップしています営業時間はお昼12時から夕方7時半まで特製弁当を随時販売中節子鮮魚店続いて丁寧に手作りで下処理された牛肉は 溶岩石プレレートにのせてレアでご提供分厚くてこれぞステーキと思わせるお肉の塊は時間経過とともに焼かれていくのも楽しみの一つやっぱりステーキマカビ店さあ続いて、えー、琉球王国のグスクおよび関連遺産群式名園券売所隣に先日出店しました。 王朝食パン式なえん広々駐車場に車を止めて4名限定食パンが購入できますよブーランジェリーパティスリーイマイパンそしてただいま緊急事態を受けて通常営業を自粛しています宣言解除の際にはまた皆様のご愛顧をお願いいたします有限会社ウエストマリン さあ続いてはやんばるで食事をするならここメイクマン名護店のあるポケットプラザ名護敷地内ネオパーク沖縄の入り口横仕入れから徹底的にこだわった厳選お肉に舌包みステーキはもちろん鮮度抜群の刺身にシーフードまでご用意してお待ちしておりますやんばるレストラン58 そうそして最後ですよチラミ水族館からの帰りにぜひ寄ってほしい商店があるよ元部長先元部にある個人商店枠川商店 CM の音声はさっちゃん大好き店主の枠ちゃんじきじきの生声です以上各社の提供でお送りしておりますたくさんですね十八社の皆さんありがとうございます,あいますさあでは続いてはこのコーナーです さあではちょっとコーナーの前にもう一つお知らせがあります、えー、沖縄県認知症行方不明者家族の会事務局からのお知らせです沖縄県警察安心ゆいメールより行方不明者の情報がありました皆様のご協力よろしくお願いいたします、えー 日にちがですね、今日ですね、8月12日木曜日です。朝の11時頃から、宜野湾市前原に住む男性が浦添市大平の施設から出て行ったまま、現在まで行方不明になっています。 えー、この方の特徴としましては、えー、性別は男性ですね年齢が63歳そして身長が1 6 0ンチ体型は痩せ型です、えー、白髪混じりの、えー、丸刈りそして、えー、衣服なんですけれども青色の T シャツそして灰色の長ズボンサンダルを着用しているということです見かけた方は浦添警察署までご連絡ください電話番号が 098875の0110、098875の0110、浦添警察署までよろしくお願いいたします。以上、FM ギノワンかららのお知らせでした 十字台最初のコーナーはこちら「バッカスのこぼれ話」。 時刻は10時を回りました。FM ギのワン、79.7メガヘルツでお届けしているのはマスターヒーフーミーの仮想ラジオ場、ひふうミーズバーですと言って10時には始まる予定だったんですが、今回はイレギュラーでいろんなことが始まってますよ。で、10時台、えー、ちょっと過ぎてるんですが、ここでいつものバッカスのこぼれ話をスタートさせていきたいと思います。なんか久しぶりに喋ってる感じで、楽しいな。 ラジオって楽しい、ね、楽しいでししいいねでょう <laughs> <laughs> さあこのコーナーは、えー、昔バーテンだったのは本当なのかってしっちあまかまで聞かれる僕マスターがお酒に関してのうんちこを語るコーナーでございますそして今夜のゲストのマーヨーさんはい今夜の「ひふみずば」のアイドルは韓国のアイドルグループアイドルらしくないアイドルママムーンスペシャルナイトまあまあということで今夜のバッカスのこぼれ話は はい、韓国のお酒のこぼれ話を一つご紹介しましょう私コロナが明けたらね韓国行きたいんですよいいね飲んでみたいですねぜひ、えー、店頭さん噛まないていくれ初めて聞いた <laughs> 俺も初めて聞いたいや噛んでたよ <laughs> 回目噛んでたよね,ちょ,ねちょっとあの,エンジあの舌が回るようになってこの時間からは噛まずに読めた ちょっと怪しかった、ちょっと怪しかったけどな。私のその口の事情までわかるんです。かすごいですね。初めて言われました。わかる。わかる。見てますよ。ファンダモン。こっちだって。ええ、マヨは。韓国のお酒といえば、何を想像しますか?。あれですよ。石ころさん。マッコリ、マッコリ、マッコリね。あの、実は。韓国ドラマの。人気が高まる中。とあるお酒にも注目が集まっております。 なですか。それは緑の瓶が特徴の韓国焼酎。チャスミルです。なんか見たことはある。マッコリじゃないのよもう。もうチャスミルなの。今<茶>時代は。チャスミル。チャスミルの話ってギネスさんも。そう,そう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 。しげるさんもチャスミル,スミル知ってるんだ。ほら<ー>、えー。最近の韓国ドラマの食事シーンには必ずと言ってほど登場し。<ー>時にはストーリーに欠かせない重要な役割を担うこともあるそうです。へー 作中ではよく見るけど一体どんな味がするんだろうと思っている方も多いはず、うん、そのみ緑の瓶が特徴の韓国,茶髪 <laughs> 韓国のお酒はチャスミルというそうそです<ー>、えー、チャスミルは国内シェア52%以上と圧倒的な支持を得ている韓国焼酎。 <は>焼酎は、ね、ソジュというそうですね韓国語で、うん、ソジュ焼<酎>ソジュ焼<酎>、えー、韓国焼酎,焼酎で、えー韓国えー、カンドラブームに伴って日本人が目にする機会も多くなり日本での販売数も年々増加、うんえー、日本のみならず台湾やイギリスアメリカやロシアなどへの、えー、輸入もされ今や世界中でしてしまれているお酒だそうですへえ 焼酎ですよ、焼酎じゃない<女>、えー、チャスミルねえー、韓国のほとんどの焼酎が希釈式焼酎と呼ばれており日本でいう、えー、氷類焼酎にあたりますえー、何度も蒸留を繰り返して生み出された癖のないフレッシュな味わいが特徴です何 <laughs> ねねぇ、なんか、え、なんねチャミスル、ね、チャスミルどっちなんかツイキャスコメントではチャミスルって来てるなん、ね、どっちですかチャスミルって言ってたよね誰が<か>ん？ ましたチャミスルチャスミルって言った多分私だからずっとチャスミルチャスミル言ってたかもえお俺前の子間違ってるんじゃないのチャミスルだよあ、私失礼カタカナも読めなくなりましたチャミスルは希釈する工程で蓄炭を使い四回ろ過を行って四回四四回ろ過してきれいにしるあそうなんださらさらなんだ不純物なんて サラサラ,サラサラではないです不純物を取り除いて <laughs> すっきりとした口当たり澄んだ味わいに仕上がっているそうです<ー>まだ,何だ飲んだことないのに、ね、チャミソルの、えー、人気の秘密はそのバリエーションの豊富さにもありますアルコール度,度数を16.9度まで落としマスカットや、えー、スモモなど香り豊かなフレーバータイプも、えー、生み出したことによって、うん、若年層特に、えー、女性の間で人気も 獲得しているそうです<ー>、えー、焼酎がちょっと苦手かもという方はフレーバータイプの焼酎を試してみるといいかもしれませんねャスミル、<今><え>クミモもグレープフルーツ味が部屋にあるよってフレーバーがもうだから今流行ってるわ前は、えー、遅れてるチャスミルじゃなくてチャミスルチャミスル遅れてるな、えー、マスカット、スモモ、<ー>ストロベリー、グレープフルーツの4種類どれも気になりますね、うん、えー、ちなみに ちな,みのちなみに私たち日本人にも、えー、飲み会マナーがあるように、はい、韓国人にも独自の飲み会マナーがあるそうです。はい、目上の人にお酒を継ぐときには、うん、右手で瓶を持ち、うんえー、左手は瓶の下もしくは右肘に添えるこれ見たことあるんですよ。韓国の方って必ずこの握手するときも右手出して左手は左右手の肘に合ってるんです。なかかこれが礼儀だ,礼儀だすごい知らなかった うん、でただし、えー、継ぐ時はグラスが完全に空いててしまってから、えー、か空,いて空になってしまってからが、うん、韓国ではルールあ日本は、ね、ちょっと減ったら、うん、韓国を継ぎ足さないあそうなんだ手弱はなるべく、えー、避けて継ぎ合うのが韓国では礼儀となりますこの辺はあの手弱させないというのは日本も一緒ですねそして目上の人と飲む時に必ず教えておきたいのが これもね初めて聞いたんです。はい、目上の人を向いて堂々と飲むのは NG だそうです。ええー、ちょっとちょっと横向くん。くてええー。ということですよ。ええー、なんか変な言い方するって聞くけどあ、長谷川さん、そうなんですよ。あの度数が低くて飲みやすいお酒って。 あのついつい飲み,飲みすぎてしまうんですよ。あ酔わないいいかかがが回るのが遅いってことですだからあの、うん、気がつけば結構量の飲んでて酔っ払っちゃうっていうこともあると、えー、そうなので小宮さんえ a、ー、c さんが挨拶,であ挨拶で握手する時はやってるよって<お>とさらに、えー、お酒大国韓国ならではの風習として。 飲み会の最中に何度もコンベーと言いながら乾杯を繰り返すそうです。これね、たぶん乾杯の意味じゃないかなと思う、コンベーっていうみたいさあそれでは、これはみんなで盛り上がって飲みましょうという韓国人らしい飲み会ならではの掛け声らしいですよ。さあ、今夜はママヌー、ママヌーって言った、<え>ママムーの曲を聴きながら、自宅チャミスル、茶スミるで。 言ったの絶対私じゃ、ね、以上バッカスのこぼれ話やいびーたんチャスミルって絶対言ったよね言ってない絶対言ったチャミスルチャミスル <laughs> うるさい Merci. ツイキャスコメントもチャスミル、チャミスルもうどっちがどっちか分からなくなるくらいいっぱい来てますけど <laughs> 本当はチャースーミールよねあってる<は>あ、チャミスルチャミ <laughs> 覚えよう頑張って。はい、ということでめちゃめ続いて「リンガ」っていう曲かけたいんですけどこれは日本語バージョンどっちにしましょうか、えー、これね日本語バージョンかわいいからちょっとぜひ日本語バージョンでかけたいんですけど先ほど言ってたソラがあの「アイスクリーム食べたいね」っていうフーを言「アイスクリーム食べたいね」って言ってます言ってます。言ってます ああそこななんだよアイスクリーム好きなマヨがママ、はい、ム好きでママ、はい、ムの曲,の曲でアイスクリーム食べたいなって言ってるところがああたもう全然う嬉しかったですこの曲次のダンスカンコピはリンガにしようと思ってる<う>でその,あの曲はもうみんなで集まって飲もうみたいなフレーズがあるのでぜひちょっとね今のバッカスのこぼれ話の次にかけたいなと思っておりました、うんいいね、ではお聴きくださいリンガ ダメだよ日本語バージョンじゃないとはいはいビンダービンダーレンチンダービンあそうか韓国です韓国語もよい,いや聞いて覚えた時ですあ次いきますよせーのアイスクリーム食べたいねああアイスクリーム食べたいねつって言のねえですビンガーデガアニンありゃんせよチャスミでチャミスルバモンダ <laughs> やカレー、がなっちーさん、あととんどん。<laughs> やばいで聞こえるやめてあ、いマさん来たいらっしゃいませあっ日本語イヤホンで聞いたら日本語ちゃんと分かるなはいなんかねそのままかしてたらスピーカーとかできる何って聞こえないそうなんですか、うん、ちゃんと聞いたらあさ浅さんこんばんはさ井さんもいらっしゃいませこのあとどうするこの後<で>

いやラジオツイキャスの画面に食いついてました。ではえっとそうですね BGM で最初は少しだけ頭かけてからあいいですか？ではでは少しもう本当に頭だけで大丈夫ですあのピアノマンっていう曲をおかけしたいと思います BGM で。 合図したら下げるからね下げていい はいではですねメッセージ届いておりますよ紹介していきますマスターさんそれからマヨさん追客の皆さんこんばんは水に刺した花ですあ,ありがとうございますお久しぶりですり今週のテーマ推しのアーティストマヨさんも多分覚えているかと思いますが私の推しのアーティストといえばまず秋菜ちゃんでしたよね中森秋菜特集ってやったらも<ー>う うん、なんだどこどこだけてモーニングゲートでやりました。モーニングゲートか。そう、そしたらもう水にさした花さんと、そう黒猫ナンシーさんが、<laughs> もうすごいはいもう食いついていただいてありがとうございました。ええー、これはねラジオネームからもすぐにわかると思いますがっていうことで、うん、えっとアキちゃんのシングルから名前を取りました。 水に刺した花らしいですっいう曲があるんだよねねえ,えそれからクラシック音楽も好きなのですがオーケストラの首<ん>、えー、席、えー、チェリストと今亡きソリストのチェロ<ん>奏者が好きですよってことでね<ー>共にイングランド人でしたってすごいなねえお写真も来てますかっこいい<ー>チェロってかっこいいですよねこの大きなねバイオリンよりもっと大きくてこれチェロじゃないですかこれほらはい チェロ、あ、チェロか、チェ、はあ、ロとこうなって引くんだっけ。そうです。縦に。そう,そう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 。そうなの、ね。 床に置いてからね,ねうん、かっこいいですねありがとうございますさあたくさん来ておりますはい続いてですえマスターマヨさんこんばんは埼玉のハチ一ツですあり,りありがとうございます推しのアーティスト最近アルバム出していないリューティーですよタケちゃんは最近ようやく活動を始めたかなヒガちゃんは8月末に結婚したみたいそうあ6月末かに結婚したみたいだしすごいおめでとうございますミナミちゃんもいろいろ活動しているようだしライブやイベントが ないと収入が厳しいからレコーディング費用とかきついのかなーってきてますねさあこの辺どうなのかな最後のでアーティストのねこの懐事情っていうのはねちょっと今,うう今時期ほんとみんな厳しいと思いますうんリューティーに出会えたおかげでたくさんの沖縄の方々とつながり合えたのでリュウティー推しですってことで、うん、リュウティーあってノーだありますもんねリュウティーはすごい,い,や強いよほんとに私も思いますそれすごくないえ んさん、かっこいいチェリスト、マジかっこいいな。ボン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 して、うん、あいやな、しげるさん、いかりしんじくんが弾いている、いかりしんじくんが分からない、埼玉のこ子さん、はち<れ>スイいかさん、はい、さいたまのこ子さんもリュウテ好きだもんね。ねで、マシュレキャンディーさん、大好きです、水にさした花と聞いてましょじゃあ、曲名であるんだ、あるんです、ね、水にさした花、聞いてみよう。えー、長谷川さん ヒカちゃんは異性に興味ないのかと思ってた。いやいやいや。罪に置けない男ですよ。俺、りゅうてよく知ってるから、アニエスケベ。そうなんですよ。私も知ってる。そうなの。はい、で、おじさんからナンバーワンが来てる。え、あい、なんかべっぴんさんいるっていうと、品場もろともさん。いらっしゃいませ。え、こんばんは。はじめましてかな。ね、ありがとうございます。そうです。でも、お名前聞いたことあるんだよね、私。うん。あの、あれ。ワンデー。

曲変わったねえっとフこの曲もすごい素敵なこなバラードなんですけど、うんはい、BGM にさせていただいてます。えー、One Day? 僕はしか聞かないですよ なん <laughs> で言う方 <laughs> おじさんかいて書いててろで <laughs> ではではではメッセージ届いてますのでねはいえー、と番組ジャッカーデスソースもよラんさんアシスタントであるコハグラのオースティーマホーンさんこんばんひヒ,ヒーン,ヒヒーン踊りの経験ゼロラジオネーム名古屋のチンカムい行くよかまないでいくからね、はい、名古屋のチンカム24バブルスーパーチャージャーチンターボプロアムヒップ ピあ、くそーピップロイヤルカスタムサロンリミテッドエディションダンサーズでございます。歯茎が痛い。推し <laughs> 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 アーティストといえば、<laughs> 読みたんの滑りをうこと直オ屋さんでしょう。<laughs> えー、電光掲示板を背負って、 拝観、うん、して新聞にまで乗りライブチケットを手売りするアーティストいないですよそして日本全国をヒッチハイクしてライブをするっていう前例のない動きはしないですよねさまざまな意味であたり頭が下がります皆さんはナオキアをご存知でしょうかってことでよく知ってますよく知ってます僕は自宅まで分かりますあ本当ですかあ、毎週牛乳買ってもらってるのでいやもうあのナオキアさんのお姉さんの携帯番号も分かります いろいろ事情を知ってるってことですね。<laughs> ええと吐く気を痛めるある年のダンサーズのあのラジオで毎回パーソナリティーいじーィーいじめ<ー>本当ね。本当ですよ。今の歯茎気がた,た。久しぶりにね<ー>。うん、もう P なのか B なのかなん分かんなかったの。あ,あのあきるパパさん <laughs> あーくっそー笑いって,って <laughs> 長かったなーっっ、ね。<laughs> じいちいね。はいありがとうございました。埼玉、えー、の子さん俺も直木さんの。 ざっくりわかります。さすが、ヤミタおおー、そか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 。ラウキヤさん、リスペクトっていうのはチョップさん。ヤミタンの星だよ。ねー。チョップさんもヤミタンなんか星ってたもう死んだみたいです。いやめて。まだまだですからね。ピンはしません。ナウキヤさん。さあ、次のメールいきましょう。はい、いきますよマスター、そして今夜のスペシャルゲストのマーヨこんばんは。東京のヤンバルクイナです。ヤンバルクイナさん、いらっしゃいませ。 今夜はマスターをいじくりましょう今夜のテーマ推しアーティストたくさんいますが洋楽だったら TOTO イえボストンイエスそして邦楽だと伊勢正蔵ええ伊勢正蔵伊勢正蔵そして矢上純子さん矢上純子さんは知ってるでしょな、お名前聞いたことあります何歌ってることですかああ水色の羽目えその後歌ってることでしたっけそうえ そうなんだ。違ったっけいやそうだよおおええー、<う>有名そうそうそう,そうでもあの山田恵奈さんいろんな人知ってますからね確かにねなんかすごい詳しいの子ですよツイッターもいろんな方のがいろいろ載ってるんですよ、うん、いつも曲変わりましたよはいこれは「スターディーナイト」はいそうですあの「シューティングナイト」って言われた <laughs> 誰がある番組でいや言いませんけど <laughs> ではではではだ続いての曲であ、い続いてのメッセージです、うん、こんばんは、スプリームです日本で二番目一番娘だよにえー、かい,いえ、なに日本で二番目に可愛い,い女の子がご来店するバーはこちらで間違いないですかご来店するバーバーはこちらですか高みだなで、まぁ、だって嬉しかったらもう口が今横に開いて喋ってますから私路列 <laughs> 回らないですよ、嬉しいおはじじゅんこもいいよねありがた<谷> <laughs> なあね ちょっと待って私が今「シプリ r e さんのメールを読んでますで今あなたの推しアーティスト方角ってほとんど聴かないことそして洋楽はポップスロック EDM からヘビーメタルまで幅広く聴きいつも聴くスノーボード用のプレイリストには500曲以上が登録されているのですがなぜか今2018年に亡くなった「アビーチが再ブームになってますそして数ある曲の中でも名曲「 ウィズ u ウトユーをいろいろな DJ がリミックスをしているのですが、うん、ミッシェル・フィッシュあってます,すがドラムパフォーマンスを取り入れたリミックスバージョンはテンション上げ上げで無限ループで聴けます。<ー>あ日本の推しアーティストがね、小宮さんです。歌が重くてダンスがキレキレで笑顔がキュートなマユはオーシスのような存在感ですってことで。ありがとうございます。嬉しい。誰ですかそのミシ アビーチャ知ってる。うん、アビーチェの曲をみんなさんがミあのリミックスしてるってことですかミ,ミシェル・フィッシュっていうのはバンドのいや、えー、ドラドラ,ドラマー EDM の…ドラマーなのかな EDM のリミックスじゃねえちょっと聞いてみたい無限ループで聴けるって。 なんかパダンスソングにはまたあれでしょ、使あのずんばとかで使えたりするんじゃないのああ、なんですかね、ののちょっと聞いてみようかな、また。あチェックしてさあ、そして、ま、続いて、まるちゃん、ひふみさん、きゃんきゃんさん、皆さん、こんばんは、カートボーイです。んんいらっしゃい 推しのアーティスト、はい、あだよね好きだよね、ジー・アルフィーと,、うん、えーと矢沢永吉、あ,<ー>あとはゆずとあいみょんと、うん、あげなまな、あまあ、なんで、ね<ー>、あとはマーヨーも一応入れとこうかな、<laughs> CD まだ買ったことないけど、ありがとうございます。<laughs> CD まだだ売売ってるんだっけ売っててるるんけ どうやって変えるんですかえ後で伝えるねあはい、わかりました <laughs> 準備してるんし、<laughs> 告知全然準備しなかった <laughs> ちょっと後で回します、はい、あ後で言ったらちょっと…あ、はいえー、っと <laughs> 何を…何どうした <laughs> 大丈夫あのカップボーイさんよくモーニングエイトでも GRP のリクエスト曲とかいただくんですよ、うん、うんうんうん、うん、そう、好きなんだなと思ってで、私はね、そこからの話で、うん、高見に会いたいなっていう話をよくするああ<ー>。高見沢さんなんであんなかっこいいんすかね キキラッキラーし、うん、好きなことやってる人はそんなキラキラしてるあなんかもうつむじから海外に入てるのがわかるつむじつむじつむじあここ何て言うんだっけつむじつむじ全身うんデージキラキラしてるツイキャスは好きますよはい誰か知らんけどべっぴんさんインナーから見せてって自己紹介した方がいいんじゃないですか十 <laughs> 時代も自己紹介 <laughs> インナーはですね黒ですなん <laughs> <laughs> ですかインナーからよあ、そういういこと あ、ブラジャーだと思ったえっバカじゃないの <laughs> <laughs> モーニングアイドじゃないからいいですよじゃあ今ブラジャー <laughs> 黒なの今日皆さん今日のマーク衣装に合わせて黒でーす衣装に合わせてでしたインナーカラーはグレーです髪の毛の話じゃないの <laughs> え違うよねインナーつったら。あそういうことかえ ままあまあどっちがスケベかどうかわかんないですけどまあ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 、ね、今,日今,日今日黒っていうのは分かった <laughs> 上下黒り <laughs> マスクも黒ですいや眞家さん上下かどうかわかんない <laughs> <お>あの私<黒>モーニングエイトっていう朝の番組であのパーソナリティしてます金子ま代と申します朝はこんな感じではないですけどチャンあさん今日郵送しましたよってさえさん 嬉しいイヤリングを作ってくださってるんですよ、さえさんが私のね。黒って言った瞬間、コメントがザーッてきて、スキマスクも全部今日黒ですね。黒はいいね。ガチしかでチンさん、えマイク持って、る意味がわからん。見て、したら見てみ、ムサシが来て喜んでるよ。あー、ムサシさん。マイオブラジャ黒めちゃくちゃムーシュムラムラムラよ。 もうデイジーなってる本当に武蔵俺も今日黒のブリーフ <laughs> そうなんですか何 <laughs> ね、この番組しげるさん私シルバー <laughs> シルバーもなかなかのもんだけど黒ブリーフ<こ>オールブラック皆さんブラックですオールブラックですもうもう,もう今日ママムだからねあ今また BGM でなってるのが聞こえないあ、聞こえない, <laughs> 聞こえない えー、グリーム。あ、あれだ。グリアム。ームあのー、サングラスとかメガネとかがいっぱい、あの、ミュージックビデオで出てくる可愛い,いまた、曲なんですよ。えー、知らない。多分今あれですねもう下着の話が強すぎて。<laughs> 結構仮面、オールブラックで、<laughs> 墓歌おうってフラ。なんですか <laughs> 埼玉だめ。えーあ

じゃまだまだメッセージ来てるんですよ。イ <laughs> フリアンガネココンチラジオネームクミモです。あクミモよろしゃい。ありがとう。おしゃアーティストはワンオークあアダル好き好きそうクミも大好きなんですよ。えー、あとマンウィズとたくさん好きなバンドあるけど韓国のアイドルはブラックピンクあやっぱねもうぶれないなそこはね。キルディスラブですかそれ。だった。 かなスタイル、ダンス、自分の見せ方どれも桁違いだし声の質もいいミュージックビデオは日本にはないカラフルさで引き込まれちゃうよね猫とラーメン食べに行ったときにお腹膨れすぎてブラックピンク踊りながら散歩したのはいい思い出 <laughs> ということで <laughs> ブラックピンク踊りながら散歩したの、ね、夢の家行ったんですよ、二人でスポンサーさんの、はい、うい夢の家行ってデイジ二人お腹いっぱいって言って二人でずっと永遠に喋って大きい声で歌って踊りながら歩いて。 そう、楽しかった。これあれよね、だからコロナ禍の前ですよ、それこそ。あー、なるほどね。はい。この曲はこれは私が最近缶コピしました、あやですね。あー、こっちどうだったやつそう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 。はいはいフルーツ盛り合わせ一万円から。<笑><笑>ぜひ頼んでください。えー、どんぺりでも武蔵さん、オーナーのひふみさんアンドマヨマスターの黒同士のラジオ生放送、まさに神回の生放送。はい、ありがとうございます。自由人。<laughs> あーくみもありがとうございました次のメッセージですラジオネーム進撃のめいちゃんさんからめいちゃんらしいあスナック金子こてだって<ー>嬉しいスナ,スナックのママこと鎖骨だしがねこまんようワイプで全力プレイのひふみさんおやいご苦労様でございます自分も金子こ氏みたいにめいちゃんワンマン…ワンマンナイトしたいけれどおおいたい帰宅時移動手段がなくなるので厳しいやりたい、まあ、お家まで送るよ僕がめいちゃんやってぜひ帰り僕が家まであの… ちゃん送迎ついちゃうから、えー、メイちゃんでございますよ曲はリスラジで聞いておきます、うん、そしてジャックというよりも読みたの司会士官にしか聞こえい読みたの司会士官に聞こえたことは置いといてあなたの推しのアーティストこの人しかいませんキャンチも大好きな中田 安高さん。本当にクオリティなどが素晴らしくて、もう素晴らしいとしか言えません。中田安高さんの、あ、中田、あってるよね。中田安高さんの、キャプする？なんて読むんでしょうか。キャプスル。キャプスルかな。も大好き。これからも応援したいアーティストです。ではでは、良い週末を。何ですか読み方。カプセル。プセル。ありがとうございます。カプ,カプセルらしいで <laughs> 俺たちどっちも読むだよ。えぇ。 いい曲なんだねもうとにかく素晴らしいってことで来てますけどいや、うん、そんなことよりめいちゃんぜひこっちでラジオやってほしい一度ぜひ,ぜひいらしてくださいリクエスト番組やってあいいんじゃないですか僕頑張ってリクエスト探すようんうんぜひぜひめいちゃんやってやって お待ちしてます。さあ、続いてです。オーナーのひふみさん、マイオマスターキャンさん、えー、カスタマーの皆さん、こんばんは。しょい、い生放送お疲れ様です。えー、カウンタ、ね、ーネーム武蔵です。マイオ百七十回記念。本日限定オープンのマヨズバおめでとうございます。ありがとうございます。ではでは、本題へ。本日のテーマ、あなたの推しのアーティスト。僕の推しのアーティスト、乃木坂フォーティシックス、エーケフォーティエイトは。 あと HKT48、NNB48、SKE48 は盛り上がる曲が多い美顔、えー、偏差値も高いしミスチル、サザンオールスターズ、えー、そして福山雅治さんあいみょんさんは心に響く歌詞とメロディーが多いので大好きです福山いいよないいですよね、私あいみょんさんまた好きですねオーナーのひふみさん、マーヨーマスターの推しアーティストと好きな曲を教えてください、お願いしますってことです マヨが押してるのはママム今今日はもうママムなので、うん、もうそれこそママムの今流れてた「あや」もそうなんですけど、うん、やっぱずっと聴いてていいなって思うのはやっぱもうほんとヒップもうこればっかりですかね,ね大好きな曲あ,あと倖田來未で言うと <laughs> い<え>大好きだがね倖田來未さんはだもうコメントも来てないし倖田來未さんはね <laughs> カラオケ行ったら絶対歌うのバタフライ」です大好き踊りながら歌います

何だっけ新井由実独身時代は新井由美で結婚して松戸屋であと洋楽で行ったらととも好きさっきのしげるさんはいはいえっとシプリームさんかなうんトあしげるさんあ来てましたチーケスであと風えっとさっきのしげるさんが言ってたあの伊勢正三さんはっていうのは風っていうあの フォークじゃないんだけど、グループのあのボーカルの方で。違いますよ。しげりさんじゃなくて、東京のヤンバルクイナさん。あ、ヤンバルクイーナさんか。はい。ごめんごめんごめんさ。あ、そうですそうです。俺だよって、そうだ水分取ってんです。そう、僕あの一節を小僧さんと電話でお話ししたことが一度あって。え、なんでですか。え、いろいろあって電話で話したことがあるんです。ファンですていうことで。え。でもそう。とってもいい方でしたよ。はい。ええ。え、そうしげりさんごめんね。え、そうとかね。あと洋楽取っとでしょ。 あと誰聞いたかな。いろんな曲聴くんですよ。そうですよね。なんかリクエストしてくださる曲もいつもいろんな幅広くて。そう。うん。ですね。いやいいですね。あ、ホーランドも好きだな。うんうん。あとマイケルフランクスにあのボビー・ゴールドウェル。あ、ないけど。とかね。いや推し仕事もいっぱいいるんですね。そうなんです。好きなアーティスト。とっとわか、村下高三さんも好きよってあるけんいいね村上高雄も。ええ山内一郎さんイエーイって来てます。やっぱり。そう。曲変わ あ、変わってます。ジャックしてるのって山内さんから来てて。そうですよ。すよそうなんです。今日はちょっと私の大好きなママムを紹介させていただいております。もうコードじゃない方です。<laughs> クーちゃんじゃあ次はクーちゃんでジャックさせてください瞑想のドライバーさんも来てますよありがとうございますいはではメッセージいっぱい来てますマイオマスターリスナーの皆さん技能ワンスタッフの皆さんはい、ゲイティ大阪応援隊長のしんちゃんですこの間電話ありがとうございました番組中にねお電話させていただいて今週かはい。推しアーティストラジオネームも一回読んでちょ もう一回読んでちょう、そうね、リュウィー大阪応援隊長ですね、そうなんですよ。まあよ、約束のブツは18日発送なんで、23日の放送には間に合うかな。おそう、なんかね、<何>おせんべい、この間、放送の最後に、ポンンそう、送るねーって言ってのツイキャス終わっちゃって、<laughs> えーっていうのでね、嬉しい、そうなんですか、うん、ぜひ、すぐいただきます。ありがとうございます待って ああ長谷川さんのコメント大好き阿川康子が好きって僕も阿川康子大好きですお、歌詞の方ジャズシンガーですへー日本のあ、そうなんです以上これだけひどありがとうございますあとマスターと喧嘩戦闘わけわけしてよってことでそれじゃまたヤやヒアメカーってすあ、じゃあ僕ももらっていいんだねやったーよろしくお願いし裾分けいたしますいいよありがとうございますメールいっぱい来てんなうん BGM 変わりましたはいなんで今 おかけしてるのが多分デビューの曲じゃないかな一センチなんとかって感じそうなんかママムって身長が低いんですよみんなうんそこまで高くなくてでそれをなんか自虐で歌を歌った曲って言ってへーそう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 かわい,いらし。1センチ足りないフォージーか曲もかわいい感じだねうんママム まあ、マムっていうフレーズが頭に残る曲です。じゃ、続いての曲、<laughs> ええー、まよさん、ひふみんさん、リスナーの皆さん、こんばんは、おまめです。お<ま>めありがとうございます。ああ、もう、もう、いやー、私も好き。推しのアーティスト、オレンジレンジかなー。わかり私、大好きなんですよ。そう。びら ですか、急にちょっと待ってくださいドライバーさんちょっと落ち着いて2000年に大ブレイク一番好きな歌は花・絆あとこれなんだろうあこの辺り何て読むんだっけこれですこれです楽よ楽よって曲あったっけあとスペシャルサンクスかな聴いてると涙流すこともあります私もね絆聴いてたらデージフォーキューする絆ってどんな歌だったえっとね あのねあの曲あれですよあれですあれですよあれですよあれですよ出てこないな洋楽ではアバのダンシングクイーン待って私もダンシングクイーン好きなんですカラオケ行ったら歌う何だよカラオケ行ったら歌うんですよダンシングクイーンうんほんと戸川純戸川何が何でもないですいや本当に待って今 オレンジレンジも好きだし、もうね、みんながねコメントあのツイキャスのコメント好きな人いっぱい書いてるから、とりあえずあのちょちょろちょろ拾ってあ<ー>、<よ>ありがとうございます。読ん,ね、読んでるね、リシ <laughs> <laughs> みたいな感じで <laughs>。あのムーミンさんは今沖縄に住んでて、はいうん、いつかここにも読んで呼ぼあの読ん来ていただけたらなと思って今あの一度ステージ一緒になったことが。ムーミどなたですか？今いらっしゃるんですか<ー>ここに？えー、うん、えー、ムーミンが好きって書いてる。 うん、っていう活動されてる方がいるってことですかさえさんはさっき書いてたセブンポストアイコンが好きああ聞いたことあるよアイコンアイコンセブンポストもいいですよね、うん、いいですよ、えー、トガワジュンあこれかトガワジュンそ,<う>そして三振の花を聞くと涙が出ました。てアルアンド系のパパさんビギンのビギンのねあれもいい歌ですよねいつしか忘れられたあのお豆さんのうん その言ってるオレンジレンジの多分世代が一緒だと思うんですけど何という曲泣けるの私は絆が好きなんですけど<絆>今静、静かな曲ですただ今、頭の中で花が流れてるから違うんですけど <laughs> この花でもないんですけどね <laughs> そうとにかく好きですね、うん、私はやっぱなんかあのラップが激しいようなロコローションとか、うん。 だから、そうそうそう、とかが好きかなー。でも、結構楽しい曲いっぱいありますよね。ナッティさん、安室奈美恵が好きってことで、ね、アムロもいいよなー。うん。さあ,さあ、さあ、それでは、もう一つ来てます。シビスか ヒフ、えー、ネーム沖縄大好きさんからひふみさん、キャンさん、マヨネネこんばんは。んんは沖縄大好きです。夜もマヨネネ美しいさ。んテーマの推しのアーティスト、うん、たくさんいて選べないよ、敷いてあげるなら声優としても活動している飯田里穂さん、あとはアクアは外せません、特にアクアに関しては活動開始,開始からプレッシャーを乗り越えて努力してチームワークで苦難も乗り越えてきてるし、彼女たちにも救われました。なのでここれれかかららももししままくりますそてマヨネネ

ハナハナも好きだよーって。まあ、ゆさんハナハナとあれが好きなんだよ、ね。えっと。えっと待って待って待って。あのさい最近までラジオネームだった。出てこない。出てこない。ないイード氏。イあイード氏も好きでしょマユさん。そうそうそう,そう、ね、でギネスさんは近所のしおりさんジママと来てます。で<ー>葛飾のちんさんは三好英えさんにハマってます。あシンディローパーもいいですよね。ねンディローパいいね。いやいいな。シンディローパーでもいいです。とはい。ちょっと違うんですよ。よ僕あのアイチューンズストアに、うん。 あのー、プレイリストって自分で作れるじゃないですか。はいはい、あれで今ねラブバラードっていうの作ってて、おお。80年代のチークタイムでチークタイムで使ってたダンスあ。スケベ時間ですよねチークタイムって。ア <laughs> スケベスケベじゃん。スケベソングとかあのー、<laughs> 当時流行ったラブバラードのメジャーじゃない曲を探して今そこでセットリスト作ってるんですよ。何時で,ですか。えっとメジャーはどこでも聴けるんで、そ,そこ外したのを、はい、今今60曲くらい。

しべスかともちょっと仲良くさせてもらったりしたので残念だなと思っていやでもね皆さんの推しアーティストいいですねチけべに反応しましたよってねネねずあふ最近ねネねずにはまってますさっきカーブボーイさんもねネねえずの話してましたけどほんといいよねネねずもねえありがとうございます皆さんそうでちょっともう一曲だけかけたいなと思うんですけどはいはいどうにしましょうか 少なくなってきちゃったのでメールはまだあるメッセージはね今届いている皆さんのメッセージは全て読ませていただきましたありがとうございますもう嬉しいほんとに何がいいかな一二三さん何が好きですかいや分からないわけよあ嘘どうしようかな知らんしそっかかってないやつあ、じゃああれだ最近出た一番最近出た曲なんですけどえっとね ウェアウ e アウェ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 アウ r アウ h e ウ e アウ e アウェアウェアウェ w ウェアウェア e ェ e ウェア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 ちょっとェアウェアウェ曲ウんアウェ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 アウいアウェアウェ Where are we now? お届けいたしますね、はいはいはいあミキサー上手だな俺な何ですかミキサー上手だね上手ですな<あ>はい、あ、いいね暗いなこの曲いや違うんですよこれ聞かせる曲なんですよあきい山しようぜ

ちょっと BGM にして、はい、私なおさんと約束した話してないんですよ今日あオッケー OK じゃあ下げます全然ママと関係ない話になっちゃうんでうんそうだなどうやって締めよう最後感想聞いていいですか今日いい <laughs> どうでしたって <laughs> はいどう <laughs> じゃあちょっとマイク上げてもらっていいですか、ねはい さあ、ちょっと BGM にさせていただいてですね今日の実はオープニングで話をしようと思っていたことが一つありましてもうマママと全くちょっと関係なくなっちゃうんですけど、うん、実は昨日 Twitter、うん、には写真をチラッとあげたんですが、うん、古着でワクチンっていうのをやったんですよ、うん、でこれ何かっていうとあるあの企業さんが皆さんからね古着を集めて それをあの発展途上国に送って、うん、それでワクチンこの子供たちの命をつなぐワクチンを打つものにこう変えたりあとは発展途上国の子供たちに打つワクチンに変えたり、うん、あとあのそこでね、えー、お洋服を売ったりっていう人たちのこ職業にもつなげるっていうことでいろんなこう。 方から古着を集めてるっていう活動をしてるのがあって、うん、それを昨日ちょっとやってみたんですけど、うん、あ100万円袋に入るそう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 です、うん、Twitter に載ってた写真なんですが、うん、めちゃくちゃ大きい袋頑丈な袋にもういらない服をもう服もアクセサリーも何でも OK んでええ一緒に見ていい大丈夫なの全然 OK なんでそれをちゃんと佐川さんが持ってってくれるっていうもう。 とにかくそれをね、うん、皆さんにこうどうにか伝えたいなと思って、うん、YouTube に載せようと思って、うん、動画を、まあ、ある程度撮ってみたんですねこういうう YouTube チャンネルあるダンスのだけ上げてるんですよ、うん、で最近「なだそうそう」のちょっと歌も、うん、歌った時のアップしたんですけど、うん、チャンネル<え>チャンネル分かんないチャンネルな,なのかな「ガめこまよ」ってやったら多分出てきます <laughs> え, <laughs> えじゃと待っまだツイッターでこれは、うん、あのまだアップしてないんで、うん、あのこのツイッターに、ね、載せてたこの写真、うん、古着でワクチンっていうんですけどあのそれの、まあ、どういう内容なのかで、うん、どういうふうに。あの 服を詰めて最終的にどういう国に送られて何につながるのかみたいなのを YouTube でアップしてみようかなと思って昨日撮ってみたのでぜひちょっとまたそれを Twitter で上げた時には皆さんチェックしていただきたいなとなんかなお,なおさんが昨日ちょうど服をたくさん捨てたって断捨離してでただ服を捨てるよりもねどこかの国の結構ね衣服捨てられてますよ ねえあ,<の>ありますよね皆さん家の間にうん、うん、あれがねだから別の国に住んでる子供たちとかのこう命をつなぐものになるっていうことなんで、うん、2010年から実はやられてる活動みたいなんですけど、うん、これどこなんていうところでそうそうそう 詳しいのも全部含めて YouTube でちょっとアップしようかなと思ってるのでる、ね、ぜひ見ていただけたらなって思うのがまず一つと、うん、あと「君にゆがなびらの、はい」その CD は DM いただけたらどういうふうにするかっていうまたお伝えできるのでだからこれを買いたい人は購入希望の方ガネコマまよる CD 欲しい方は DM で CD くれと。<laughs> 全然今日この話する準備はしなかったのでナビラの話はなんですけどちょっとらった話はこれは販売でしょ販売でしょ1000円いらで,したっけです1000円でしょ、はい、何曲書いてるんでしたっけ秘密え4曲4曲4曲なんだけどまあまあまあ、で二百0十5円ということでちょっともしねせ円のがあったら まあ先ほどせっかくお話しいただいたんで、まあ、DM いただけたらちょっとご案内できますよっていうお話と、はい、っていう感じですね分かりましたはいちょっと皆さんから今日たくさんのホントすごかったな夜の、ね、この時間帯,時間帯にこんなにしゃべるってなでいの、ね、10時台十時台ってねだるっと落ちるのよあそうなんですかみんな寝てるんかなと思うあ多分そ,のそうだよ、うん、ね明日もあるし仕事 さんが、んユニクロとか漫画倉庫とかのいろいろなやつもそういう活動のやつかなえっとねそれではまたリサイクルに回しているところもあります団体が違ったですん。うん、そうそうなんでちょっとまたね改めてあのモーニングエイドとかでもお話できたらなと思うんですけど確かにンさんのフル,ルワクチンってのもそう URL、ん、載せてくれてるありがとうございますたてうんうんだと思いますぜひチェックしてみてくださいあ,のさあそう今日ね本当皆さんありがとうございましたもうチーキャスのご参加もメッセージも、うん で、でジャックさされたたみんに感想聞きいなと思うすけど僕楽しかったですよマジでラジオはラジオ慣れてるので喋るの本当に上手だしいやいやいやスケジュールっていうかタイムスケジュールも全部自分で管理してやってくれたんですよなので慣れてる方はこうやってでるんですけどそうじゃない素人の方でも僕一緒にやりますんで僕が素人でラジオやってるんでぜひ皆さん番組やりたい方ぜひ DM ください よろししくお願いしますミキサー以外にできたなと思ってちょっと満足しまずあですねもういい感じで曲をこう流してくださって、うん、ありがたいですありがとうございます,す BGM もね結構流させていただいたんですけど皆さんぜひ 今回ね、ママム聞いて、うん、ママムってなんだとかいろいろ気になった方いてくれたら嬉しいなと思うんですけどママムいいですねうん、なんかね、うん、もしこうちょっとあ音楽聴きたいな新しいアーティスト聴きたいなとかってなった時にはぜひ MAMAMOO」で「ママムー」って読むのでママムーはい、ぜひ皆さん検索してみてくださいで、あと、うんうん、ファンのことはムムって呼ぶんで一緒にムムになりましょうムムムム ファンのことはムムって言うんですよ。ムム。高田組のファンは高田組で。高田ああはい、高田組。そう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 高田組ね。うん、あの一組二組三組の組で、うん、書くんですけど、ママムはムムって言って、韓国ではムムは大根なんですよ。うん、大根のペンライトみたいなのを持ってコンサートで振るんですけど、うん、もうそれがまた可愛くていつかコロナが明けたら。 コンサートも行きたいなーと思ってるがねこでございますのでぜひ一緒にムームになりましょう皆さん来週ゲストさんどなたになるんですかブルーミーさんの予定ですあそか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 ブルーミーさんご連絡を <laughs> <laughs> どういう番組になるのか楽しみですね,そうですね日頃リスナーさんとしてご参加してるブルーミーさんが来週はご来店の予定です,いたし,ますしかも、はい、ジャックの予定ですかジャックですあブルーミー来たあっ 連絡しますはいと <laughs> いうことではいぜひ皆さん来週もお楽しみにいただけたらと思いますよ今日のヒーフミーズバーは、えー、スナックが猫として営業させていただきました皆さん今日はね本当に誠にご覧ありがとうございました帰り道お気をつけてお帰りください <laughs> こんな感じですかね<れ> <laughs> ぜひじゃあまたいつかジャックして ザクシンに来ますのではいまた今度は高度組で来て、はい,来てい、はい、ぜひよろしくお願いします来週の皮膚水バも皆さんご来店お待ちしておりますお待ちしておりますそれではおやすみなさい